2023年初受験生今後の歩み方。動画の視聴ありがとうございます。ここでは2023年に本気で初受験した方、今後のスケジュール等をご紹介していこうと思っています。今回この動画で説明するのはこの3つになります。司法書士試験、まあ、受験が終わった今後どういう流れに進んでいくんだろうと、そういったスケジュールの話、それで2つ目、いつ頃から勉強って始めればいいんだろうと、で3つ目、2年目以降学習の注意点、こういう点に注意してという話、この3点を説明していこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。では1点目、まずこの司法書士試験今後のスケジュールです。今後のスケジュールとしては、7月2日が本試験で、8月14日こちらね、午後の4時に基準点と択一の正解が発表されます。この試験、合格点とは別に基準点というのがあります。いわゆる足切り点というやつです。択一の足切り点をクリアした方が期日の採点を受けられます。この8月14日は合格点の発表ではなく足切り点の発表です。ここに届かないと他がどんなに良くても不合格と決まる、その点数が発表されます。午前何問、午後何問取らないとその時点で落ちますよ、といった発表がされます。で、あと択一の正解が発表される。で、10月10日、こちらの方が最終合格発表、そして期日の出題の趣旨等の公表が出てきます。この10月10日まで期日どういう意図の問題だったかは分かりません。10月10日に初めて出てきます。で、しかもここでは答えは出ません。こういう意図の問題でしたと、といったものが発表されます。はい、ですね、まず大まかにこの8月10日の基準点を目安にしてください。ここにでこの基準点届いていなければ、ちょっともうこれ合格は無理ということになります。なのでこの基準点を目安に勉強を再開するかどうかを決めてください。ただこれって、まあ、8月14日ってことで、まあ、約1ヶ月程度空くんですね。そこでこちらの方をご利用ください。7月の8と9本試験検証会というものをレックでは毎年行っています。具体的にはこういった会です。こちらでは午前択一、午後択一について、今年の試験がどんな感じだったのか、どこが勝負の分かれ目だったのか、そういったことを説明し、またそこでは基準点予想というのもしています。その基準点予想を聞いて、あ、これはいけそうかな、あ、厳しいかな、ぜひそれをこのタイミングでもう自分の立ち位置を把握してください。実施場所時間等についてはこちらの方に載っております。7月の8、9、9、渋谷および名古屋、梅田で行ってきます。はい、これが今後のざっくりとしたスケジュールになります。では次、いつから勉強を再開する。こちらスケジュール感を先ほど出しましたが、7月8、8月14、10月10日と。で、初受験の方、10月10日の最終発表を見てから再スタートをするっていうのは、これはお勧めできません。初受験の方、残念ながら知識の抜けが結構早いんです。本試験から3ヶ月間を空けてしまうと、かなりボロボロっと落ちてしまいます。で、そこを拾うのが結構時間かかっちゃいます。なので10月10日から再開するはお勧めしません。なのであとはこの基準点発表を待って始めるか、その前から始めるかです。はい、で先ほど言った検証会を見ると大体の基準点が分かります。で、そこに届いていなければ7月の末、もしくは実際の8月の基準点発表を境に始めていきましょう。また基準点は届いてはいるんだけど、いわゆる上乗せ点、だいたい24点から25点、基準点プラス24、25ないと合格しません。それはなかなか難しいなと、記述等を見る限りそこは難しいなと
と思った方は、やはりこの8月の基準点発表あたりを目安に学習を始めましょう。で、その学習を始める際に、ちょっと注意してほしいことが、改正なんです。実は今回も改正がいろいろあります。皆さんの知識の入れ替えが必要な法改正がいくつかあります。こちらの方、親族関係、相続登記課の改正、またいろんな先例通達が出てます。今まで丸と覚えてたのが×になるとか、亡き子を妻をつ胎児と書いてたのがもう書き方が変わってしまうとか、そういった知識の入れ替えが必要なものが出てきます。こちらの方でガイダンスをやります。ここでどういう知識の入れ替えがいるのか、今年法改正はどんなものなのか、ぜひ情報収集をちゃんとした上で勉強を再開してください。はい。で、またその勉強再開についてですが、ご自身でいろんなことを考えると思います。ですが、ぜひ一回講師と話してみてください。今のご自身の点数の状況、そして来年以降、どれだけ勉強時間が取れるのか。各講師、こちら皆さんのね、状況を聞いた上で、一番ベストなやり方、それを提示してくれるはずです。事前に予約制とはなっておりますが、ぜひこちらの方もご利用ください。右下の方に QR コードもあります。こちらの方で具体的な日時等も出ておりますので、見てやってください。また、私たち、レック講師陣、私、森山講師、赤間講師、全国のレックの方に伺います。直接相談等もできるような時間もできるだけ用意しております。こちらの方もご利用ください。また、受験生応援サイト、こちらの方でいろんな情報、動画などが落ちています。その後に向けて情報収集を図ってください。では最後に、2年目学習の注意点をいくつか言いたいと思います。まず一つ目、アウトプット偏重にならないことです。本試験直前、やはり多くの方がアウトプット、演習を使って点数を伸ばしました。なので、これの先もね、演習中心でいけば点が伸びるだろう、と思うところなんです。1年目でいいとこまで行ったのに、2年目で頭打ちになる方、結構多くの方はアウトプット偏重なんですよ。インプットした分アウトプットすると伸びるんです。インプットの土台があるからアウトプットで直前期伸びたんです。この土台が小さいとアウトプットしても伸びはどうしても低くなっちゃいます。なんでこのアウトプットを続ければその後ね、本へ合格に近づく、そうとは限らないってこと、注意してください。また2番、科目の偏り、やりすぎないようにしてください。例えば会社法が苦手だってことで会社法に時間をすごいかけた。で、民法を相当後回しにしてしまって民法を忘れてしまった。結構もったいないです。少なくとも主要4科目に関してはバランスよく学習すること。それを心がけて、ください。そして、一番重要なのが3番です。常にスケジュールを意識することです。いつまでにどういうことをするのか、ざっくりに年内の予定、年明けの予定、だけなく、そのざっくり感を組んだら、一月ごとどういうことをやるのか。で、そこまでできたら、一週ごと何をするのか。できるだけしっかり決めていってください。理解したら次に行く。理解したら次に行く。そうやりたい気持ちはわかります。ですがね、いろんな受験生見てますが、そうね、やり方を取った方、特に2年目の方で起きるケースが、年内終わりました。不動産登記、半分も行ってません。そういう人、結構見てます。ちゃんとスケジュールを始めから組んでおかないと、そういった学習、途中で、年内終わってしまうということが起こりかねません。
なんでこの学習スケジュール、常に意識してください。そしてこの3つを踏まえて、2年目の方にお勧めしたいものがあります。それがこちらの実践力パワーアップ講座というものです。右上の方に、2年目王道講座3つの理由。全論点を網羅。偏りなく全論点をやっていきます。また、この講座におんぶに抱っこしていけば、こちらスケジュール感、気にせずに進めていきます。いつ何をするのか、もうこれはこの講座のスケジュールに乗っとけばいいと。次のポチ。スパイラル学習で学習できる。知識が身につく。こちらの方ですが、インとアウト。インプットをする。過去問レジュメで過去問チャットを押さえていく。アウトプット偏重にならない。インをやってアウトという形でしっかり連動が取れます。また、最後のポチ。卓一対策だけなく、記述対策についても、こちら、記述指導の第一人者である赤松講師の指導が受けられます。2年目の方にはこの実践力パワーアップ講座、こちらを強くお勧めしています。ぜひ一度ね、こちら模擬講義やガイダンス第1回の体験等をぜひやってみてください。ただまあ人によっては、まあそれ受けたいんだけどちょっと資金的なところでちょっとなかなか手が出せないんだという方もいらっしゃると思います。レックでは毎年バックアップ試験というのをやっています。まあ、ざっくり言うと、この7月の8日、まあ、ちょっとした試験をやりますよと。で、この試験で点数が高い人、割引をしますよと。最大で 100% の割引。はい。そういった、このバックアップ試験というのもありますので、ぜひこういったものをご利用してください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。